星のカービィシリーズ星のカービィに、星のカービィには、1995年3月21日に、日本のニンテンドーから発売された、ゲームボーイ用横スクロールアクションゲーム、同社による、星のカービィシリーズ第3作目。ファミリーコンピュータ用ソフト、星のカービィ夢の泉の物語の続編となっており、プププランドを舞台に、主人公のカービィを操作して、 ダークマターの野望を阻止することを目的としている。前作に引き続きコピー能力が使用可能だが、スライディングとダッシュの能力が削除された。開発は、ハール研究所が行い、プロデューサーは前作に続き岩田聡お及び宮本、茂、ディレクターは、前作にて、マップデザインを担当していた、下村真一。音楽は前作を手掛けた、安藤博和よびエ熱用ソフト。 ワリオ、エスウッズを手掛けた池上忠が担当している。2000年に Nintendo Power の書き換えをソフトとして発売された。2012年には Nintendo 3DS のバーチャルコンソール対応ソフトとして配信されたほか、WEO ソフト星のカービィ20周年スペシャルコレクションに収録された。前作2と同様に、 主人公のカービィが敵の能力をコピーする能力を使って攻略していくアクションゲームである。前作にあったコピー能力はあるものの本作では7種類に減っており、前作で追加されたスライディングとダッシュのアクションは今作ではできない。また、今作では新たにリック、クー、カインの3匹の仲間と合体して一緒に戦うシステムが追加された。合体する仲間によって、 カービー単体児とは、機動力に差異が生じたり、同じコピー能力でも、攻撃の性能が変化するようになった。このシステムは続編にあたる、星のカービーさんにも継承されている。本作のキーアイテムとなる、虹の雫の入手ルートが凝っているのもあり、シリーズ中でも難易度は高い方である。また、本作では、一定条件を満たさなければ、 真のラストボスを倒すことができず、真のエンディングを見られないというシリーズ初の隠し、ボス要素を盛り込んでいる。このゲームには7種類のコピー能力が登場する。それぞれのコピー能力は3体の仲間と合体した状態では攻撃内容が変化するため、実質28種類となっている。本作では水中でも全てのコピー能力を使用できるが、 一部を覗き性能や効果時間が低下する。また、核能力でしか破壊できないブロックも存在する。舞台はプププランド。この国には、いつも虹がかかっている、虹の島々と呼ばれる七つの島があった。そしてこの七つの島には、虹の雫という宝物が眠っていると伝えられている。ところがある日、虹の島々にかかっていた虹が突然消えてしまう。ダークマターが、 虹の雫を隠してしまったためである。プププランドを闇の世界に変えようとするダークマターの野望を阻止するためカービィは旅立った。レベル1から7には各一つずつ虹の雫が隠されており、すべて集めなければラストバトルに進めないようになっている。詳細は星のカービィシリーズの登場キャラクター一覧参照。内はコピーできる能力となっているものは 吸い込むことができない。また、この作品では、他の作品に登場するキャラクターと、容姿や、名前、性質が似ているが、異なるキャラクターの扱いをされているものが多い。星のカービィ、星のカービィ夢の泉の物語に登場した、キャラクター、突起しない限りた作品との違いはない。ゲーム誌、ファミコン通信の、クロスレビューでは8.77.7の合計29点。 ファミリーコンピュータマガジンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通り22.5点となっている。ありがとうございます。